この度の同点入選おめでとうございます。ありがとうございます。今回で入選15回目とお聞きしましたが、ここの熱田出品に来ましてから12年なんですけども、最初の年はちょっと落選しまして、次の年から11回連続入選で、空知時代から合わせると今回で15回目になります。今回の作品についてお願いします。今回の作品はですね、ひまわりが咲いているのよりも枯れたのが好きなんですね。それに感動するわけです。それからまたその種が再生しますでしょ、次に。で、種はまた生き返りますので、そういうのを魅力感じて、それをテーマにずっと十何年間続けてますけども、毎年ひまわりとあと別のものをって書いてはいるんですけど、今回はたまたまうちに鹿の図鑑にコツがあったんですから、あと角ですか、でそれを入れて確認したんですけど、夏のイメージとやっぱり青っていうのがありまして、涼しい感じがしますですね。それ で窓にやって、その逆光のあれをちょっと表現してみたいな、難しかったなと思うんですけど、これがそれなんですよ。ちょっと白い株っていうのは難しいんですね、白い紙に描くのが。ちょっと黒でしたけども、株らしくなったかなとは思っているんですけども、どうなもんでしょうかね。見てください。最後に今後の抱負をお願いします。今後のはちょっと体力的にはですから、同点もそろそろ終わりかなと思ってんですけども、でも同点の中でも80歳を超えてる人が結構いるんですよ。まだちょっと、まだ私の方が若いかなと思ってるから、まだ頑張りも効くかなっていうのもあるんですけど、まあ来年は新しいキャンバスを求めて一からやっていこうかなと思ってるんですけど。